おーす。おーす。5日目だな。まあそうだね。フレッド、協力のことだけど。ミッションか。オーイーストに迎え、標的を示す鍵がある。なお本日は革命ルール適用。現在の順位が低いチームほど高得点が入る。革命祈祷。ビリノがいいのか。ま、移動すか。リンドウ殿、バイオリズム最悪といった空気ですな。大丈夫です。声になってねえぞ。リンドウ、どうするか決めた。つか、さっきなんか言おうとした。いや、さ。おお、久しぶりだな、でっかいドクロ。お、飴玉じゃねえか。またゲームに参加してんのか。お前さんも好きだな。好きでやってるわけねえだろ。元気そうなのはいいことだよ。だがお前さんたち、俺のことをうずきになんて言ったんだ。え、うずきさんに。かっこいい死神がいたとかいなかったとか。なるほど、それで激怒されるなんて非常に不思議だね。説教してやるとは聞きましたな。たっぷりと食らいましたとさ。その渦木から嫌な話を聞いたんだが、お前たち死んでないのに UG に来たって。ああ、そうだ。この感じ前回とは違う。新宿死神ってやつの仕業なのか。さ、どうだかね。俺もあいつらの考えてることはわからない。ピンク頭もんなこと言ってたな。新宿と渋谷は仲が悪いのか。最初はそれなりに仲良くやったけどね。崩壊した新宿から逃げてきたやつらを迎えてやってんな。新宿からねえ、結構な団体様のようで。一体新宿で何が起きたの。インバージョンだよ。インバージョン。あの日も熱い死神ゲームが行われていたのに、本当に突然のことだ。 UG と RG の境界が消え、我々の新宿は崩壊してしまった。原因は不明。生き残ったのは俺たち死神だけだ。受け入れてくれないか、ゲームマスターの社、うずきさん。あ、ピンク頭がゲームマスター？3年前、一時的にな。ネクやお前さんが暴れたゲームで幹部がすっぽりいなくなっただろ。そういえば、俺たちがあいつら倒しちまったのか。割とすごい発言。俺もそう思った。あなたには言ってません。たまには言ってよ。で、ピンク頭はまんまと渋谷を乗っ取られたって。へへ、ストレートに言わないでやってくれるか。千葉に立てついた俺にも責任はあるしな。反抗すりゃ排除で、渋谷死神は今や少数派。仲良くなんて無理だってことで。まあ、なんとなく分かったぜ。話は戻るが、お前さんたちの状態、誰の仕業なのか気になるね。新宿死神のせいじゃないんですか。ああ、そうだよ。え、じゃあ分かってるんじゃ。ま、お前さんたちを呼んでゲームしてんのは新宿死神だからな。ゲームはまだ続けるしかない。じゃ、頑張りな。結局ゲームやれって話に戻ったやつ。しゃあねえ、今考えたってわかんねえし。ミッション始めるぞ、リンドウ。はい。はい、始まりました。5日目だっけ、6日目かな。整理してみるか。あ、5日目だね。はい、ちょっとまずいよね。まずいとか、なんか、フレットに話せてないよ。この感じちょっと嫌だね。なんか、決めたら決めたです。
言えなくて、なんか言えないままなんか悪いこと起こりそうな気はしてます。あと自分の意思で決めたところじゃないのがやっぱあんまり良くはないよ。結局スワローさんの意見をそのまま受け入れた感じだから。この人いきなり困ってんの。毎度毎度、今日もいいもん仕入れてないの。またあんたか領事。俺の花は順調に売れてるか。バッチのことを花って言ってんのか。リンゴ的な。はい。いけばな。いけばな。生バナなんだ。え？そうなんだ。はい。教授に頼むぞ。昨日ほとんどさばけなかったからよ。こんなもん押し付けられていい迷惑だぜ。別にいいんだぜ。領事はもう俺の力は借りなくていいと。散々世話になったことは忘れてねえよ。まあ、また来るわ。うん。なあ、いや待って、お前ら暇って。最近渋谷で広まってる噂でよ、気になるあの人にある花をプレゼントするとあら不思議思いが届くっていう都市伝説がある。一輪だけ渡すと自分の辛い思いを押し付けられる。花束で渡せば相手の辛い思いを自分が奪うんだ。ああ、あるんだそういう噂が。お、これがその都市伝説の花ってわけなんだ。邪魔で全然商売ができねえ。うん。うん。お、やるんだ。はい。じゃあ、できるだけってこと。おや？これでこれは花勝負ですか。売る場所で都市伝説の花は変わるらしいぜ。え？ねえ。うん。鉢植えもあるみたいだけど。お。それもあいつが押し付けてきた。下請けの下請けになった感じだ。ええ。うん。鉢植えとお花ね。そうだな。復元してみましょうか。この場所で終わんのかな。元祖何でもや高さ。なんか、なんだろう。昔世話になったの。それをね、理由をやらされてましたけど。どうする。ここだ。赤さんは、ああそうか、マジでこれ、この人で神クラスバッジが受けられる。マジか、ここで繋がってんだ。なんか、え、なんだっけこの人。支えじゃないよね、玉尾さんね。繋がってんだ。え、どうすんだここで。スキャンするぞ。あの噂本当かしら。都市伝説の花、昨日はこの辺でおじさんが売ってたらしいけど、今日はいないな。あのお兄さんが売ってるのは違うのかしら。うん。あー。どうすんだこれ。花束。どうしたいかは、ねえ。なんかこの人がなんか、なんだっけ。一輪だと相手になんか押し付けるんだよね。なんかを。で、花束だと相手の、なんだ、悪いことを受け取るんだ。鉢植え何なんだろう。鉢植え進める？行動、変われ。進めるじゃないか。買うか。そうだ。誰かにあの鉢植え進めてみようって、あれ？鉢植えって都市伝説にあったっけ？どっちでもいいか。誰か、私が買うわけじゃない。いけた？いけた？どうしようかこれ。集中だ。とりあえず5人に。事務所の先輩に頼まれた都市伝説の検証とか。何してんだろう。あの花の店がそうな。年込めバナ。あ。とりあえずじゃあ一輪に。先輩になんか恨みを。何が正解な
いなんだろう。一輪を買うか。確か都市伝説だと例の花を一輪だけ渡すと辛い思いを押し付けられるんだ。じゃあそれ先輩に買ってっか。いいよ。はい、先輩にね辛い思い。あ、豚がいる。やっちゃうか。来いよ。さあ、このレベル帯の豚はどうなんだ。気をつけろよ。一体だけ。おいおい、順調だな。そんな強くはないけどね。ハマった。早っ。はい、次もやれる気がする。オリハルコン、何のロード。スキャンするぞ。癒されたい。ちょっと振られたぐらいで頭に血が昇ってないよ。ん？ないよな。ああ、血が昇ってなんかやっちゃったの。もっと冷静になろう。今日は心が落ち着くようなことをするんだ。あ、この人原宿にいたよね。原宿だっけ。なんか電光掲示板直してくれた人。ああ、頭に血が昇ってなんかしちゃったわけじゃないよ。え、落ち着くってなんだ。この人も一輪かな。嫌な思いを押し付けるみたいな。ただ送る相手がいないよね。鉢植えか売ってもらおうか。行動。はい、頑張れ。どうだ。そうだ、鉢植え買おう。家でじっくりと育てていくんだ。お、あそこの店で売ってるのがちょうど良さそうだ。はい、何を育てるかは待てないんだ。まあまあまあいいんじゃない。めっちゃ来る。スキャンするぞ。いた。お見舞い何にしよう。危ない。大会前なのに怪我とか間抜けだし。本当お見舞い何かってこう、お守りとか。いやいや、そういうの重いよ。花とかでいい。あー、この人じゃなくてだよね。友達か先輩とか。まあ大会前だからなんか部活かな。だから辛い思いを受け奪うか。逆にこの人が辛くなっちゃうんだよ。鉢植え。え、どうする。この人辛い思いが来ちゃうんだよ。まあいっか。ブリントよくないか。いや、どうなんだ。うん、いや、どうなのかな。この人が悲しくなっちゃうのはどうなんだろう。そのお見舞い相手が良くなるんだったら何でもするぐらいの思いがある人ならいいんだけど、そうじゃないよ。頼れるものには頼りたい。あの人がどうしても諦めきれない。渋谷の都市伝説が本当なら、あの花を彼女に渡せば。しかしそんなのに頼るのは。うん。どうしようか。辛い思いを押し付けちゃう。あの人の黒い思いをさ。黒くはないか。純粋なね。思いを押し付けちゃう。しかし一輪だと相手に辛い思いを押し付けるらしい。いいのか。一輪でいいのか俺。でも買う。え、帰らんないのこれ。ですね。帰らんないよね。ね、帰らんないやつだもんね。はい。集中だ。他なんか。めっちゃ敵いるんだけど。こう。スキャンするぞ。こんなもんか。どうなったんだろう。とりあえず売れはしたと思うけど。うん。だいぶはけたぜ。よし。いい金になったな。星伝説様様だぜ。で、こいつらはちょっと協力してもらったんだよ。もう今日はこのぐらいでいいだろう。うん。そうか。まあ思ってたより儲かったしな。また何かあったら頼むぜ、漁師。
そこのアンちゃんだと。あ。あれ？目つけられた。だってなんだよ。何にせよ助かったぜ。これはレイダー。はい。このオリハルコンの数になんか違いが出んのか。どうするのが正解だったのよ。ランラランランララン。何これ。あー、泡を飛ばすの。サイキックを発動していない時間が長いとバッチゲージの自然回復が早くなるというアビリティね。技はターゲットを含めた3方向に泡を飛ばして当たって敵にダメージ、敵に当たるたびに攻撃対象を次々と変えて追尾していく。うん、あ、でもこれ神クラスバッジだ。いいんだけどね。そっか、これアザマル3ついるんだ。一応どのバッジも2つはね残すようにしてるんですけど、3ついるやつとかあるんだ。ああ、そうなんだ。まあ何も買えないから。いいや。どうすんだっけ？大イーストに行くんだ。場所が、めっちゃ遠いな。どうしようか。西口バスターミナルから、マルシー前。いや、行けないな。どうしようか。どっちで行ってもいいね、これ。スクランブル交差点を通って帰るから。とりあえずこっちから行こう。バリエ前から。いいよ。このシンボルと接触して勝利してこい。OK。本当は3回勝利と言いたいとこだが。お題もらってる？誰かが助けてくれてる。スワローさんだよね、多分。お題？なんだ？それから、領事の仕事手伝ったから、タカさんがさ、元祖何でも屋のタカさんが、うまいことやってくれたみたいな。ジャンク品をブランド物として販売し、財をなす。詐欺師じゃん。クローキーパニックの玉尾とは、昔なじみ。破産した玉尾の店を買い戻して、救うなど太っ腹な面もある。ビートにスケボーをブランド物として売った過去がある。詐欺師じゃん。だからビートと繋がってんだ。大事にしてたのに。まあ、でも神キラスバッジ。ただこう。はい。まあ、やろうか。どれだ？違う。いた。これだね。3体もそもそもいないんだけど。まあ、やりましょうか。邪魔者ですかの？やったろうじゃ！ OK、やっていこう。さあ、それ前回戻したけど、このバッジの構成にね。また。やむなく戻したけど、また戻、なんか、普段使わないようなバッジに戻してもいいかもね。あ、みんな布団でんのか。マジか。はい。はい。はい。タイミングが早いな。あ、ナギさん、あ、ナギさんが。はい。はい。あ、一番使いやすいんだよね、このコンボがね。はい。打ち上げて、あ、待って、使えない。打ち上げてるジョロスパターンね。これ一番使いやすいんですよ。オッケー。あ、倒したけど。うまくやれたと思ったんだけどな。そんなに強くはなかった。なんか戦闘後のさ、ロードがすげえ長いんだけど、なんだろう。よし。倒してきた。じゃあ取っていいぞ。ほう。
何者かが我々にサポート。うん。何でしょう。おい。ここ特にない？あ、ここすぐ行けるんだ。おい。ここもすぐ行けちゃう感じ？あ、ちょっと待って、なんかいた。困ってる。何やってもうまくいかねえ。やっぱ俺に独立なんて無理だと。いや違う、涼次さんのせいじゃない。涼次さんが俺に何も教えてくれなかったから。凪、最初の方でさ、涼次さんから独立させちゃった子分か、子分射程か。何やら気になる人だと思いましたら、以前心に、潜らせていただいたお方です。ああ、うん、ええ、ノイズには取り憑かれていないようですが、何やら病んでおられる。うん、いや、してみようぜ。まあ、独り立ちしたけども、見習い聖人。集中だ。うまくいかなかったんだ。うん。失敗ばっか、涼次さんが何も教えてくれなかったせいだ。俺だってあの人のノウハウがあれば成功するはずなのに。どうだろう。まったく。なんでも他人のせいと。とりあえず思い出させてみる。ん？何を？うん、そうかな。まあ多少なりとも何かしらね、涼次さんから教わったことはあるんじゃないですか。忘れてることを忘れてるのかも。ってことで、リンドじゃない、フレットが思い出させた。よし、やりますか。何？なんか言われた？お。はい。思い出せ。ビラをなんか配ってこいみたいな。はい。仕込みに期待しちゃダメなのか。ん？うん。あ、いっぱい出てきた。マジか。待って。ん？待って。待って。俺ちゃんと教えてもらってたわ。まずは宣伝だっけ？全然そんなことやってねえし。そして何でも自分ではやらないこと？俺何でも自分でやってっけど、何がダメなの？よし。はい。今からしっかり考えて便利屋成功させるぞ。うん。だな。なんかうまくいったっぽい。はい。はい。ちょっと待って、もう一回見させて。口コミに期待しちゃダメなのか。真面目にやってても無名じゃ意味がない。地道な宣伝が大事。勉強になる。っていうことを思い出したんだ。何でも嫌だから何でも自分でやるのは間違い。ああ、当時は言われたことの意味が分かんなかったってことか。こんなわけわかんない仕事ばっかり、小遣いも荒すぎんだよ。なるほどね。言われてた時は意味わかんなかったけど、後になって思い返してみればみたいな感じで、今ね気づいたね。どこだ。いた。高校をドロップアウトして家にも帰らずフラフラしていたところを領事に拾われる。何でも仕事にする領事を尊敬し、しばらく見習いをしていたが、独立の気持ちが高まり、ある日領事のもともドロップアウト。はい、テンポがいい。ああ。そうなんだ。その後がわかんないね。成功するのかな。この子は？リョウジの彼女だって、マジか。え？シェパードハウスセカンドの店員、どこだ？趣味でオカルト小説を書いている。当初はリョウジの謎めいた部分に惹かれていたが、あまりにも謎が多すぎて、最近は不信感を抱いている。逆にね。そうなんだ。なんか、なんだろうね。こんな感じだけど、彼女はなんかすごい落ち着いた感じだ。全然やっぱ違う人を求めんのか。
はい、ということで、じゃあ今回これで以上。領事とその元射程をね、助けましたということで、次回オーイーストに向かっていきましょうという、です。ありがとうございました。